笠井君。日本共産党の笠井彰です。早速質問に入ります。政府による緊急事態宣言が全国を対象に5月7日以降31日まで延長されました。この間の補償なき自粛休業要請によって暮らしも商売も経済も急速に悪化しております。収入がゼロになった、売上が落ち込み家賃も払えないなど全国各地から悲鳴が上がって、そして廃業、倒産や経営破綻が急増しております。で、宣言を延長するからには後手後手の対応ではなくて PCR 検査と医療体制の抜本的強化、それとともに暮らしと営業を守る手立てを迅速に取るべきだと強く言いたいと思います。そこで梶山大臣に伺います。4月27日の衆議院本会議で私は安倍総理に対して一社も一点も潰さないと、一人も路頭に迷わせないために必要な予算を確保すると、これこそ政府の責任ではないかと問いかけました。総理はあらゆる手段を駆使して困難に直面している事業者の皆様を支えると答弁をされました。梶山大臣も同じ思いでということでよろしいでしょうか。梶山経済産業大臣。同様の思いであります。笠井彰君。で、そこで5月1日から、持続化給付金の申請受付が開始をされました。中小業者や個人事業主、フリーランスなどを対象にしたものでありますけれども、まず中小企業庁に伺います。この10日間余りになると思うんですけれども、実績はどうなっているか、受給の申請件数、実際に振り込まれた件数はそれぞれ何件でしょうか。中小企業庁、那須野事業環境部長。お答え申し上げます。持続化給付金でございますけれども、5月の1日から申請の受付を開始しておりまして、初日には約5万6千件、その翌日には約20万件の申請を受け付けておりまして、11日までの合計で70万件以上の申請を受け付けているところでございます。で、このうち約2万7千件については事業者の皆様のお手元にすでにお届けしております。笠井彰君。届けている総額は今2万7000件でいくようになりますか。那須野事業環境部長。約280億円でございます。笠井彰君。5月1日の申請初日には、ある意味申し込みが殺到したと、そして1日目2日目と、件数も言われました。何度アクセスしてもエラーになってつながらないと、問い合わせ電話もつながらなくて、どうすればいいか確認も相談もできないという状況が起こったと。で、こういう状況が生まれたという点でいうと、やはりいかに多くの方々が望んでいたかということを逆に示しているんだと思います。そこで大臣に伺いますが、今70万件以上と280億円が2万7000件に対して振り込まれたという報告がありましたけれども、持続化給付金が届いたのは、まだ一部に過ぎないということになっていると思うんです。当事者からは最高200万円、100万円、しかも1回きりというのでは摩擦に合わないとか、あるいは前年同月比の売上が3割、4割減ってるんだけれども、対象にされなかったという声が、やはりあちこちで起こっているということがあります。フリーランスの方々からも、門前払いにされたという相談が寄せられております。で、持続化給付金について、総理は私の4月27日の本会議の質問に対して、休業を余儀なくされた事業者のみならず、大きな困難に直面している事業者の皆さんを幅広く対象に支援を行うものというふうに答弁されたわけですが、実際にスタートした制度というのは、必ずしもそうなってないんじゃないかと、大臣、これでですね、幅広く支援するものだと、胸張って言えるかどうか、この点はいかがでしょうか。梶山経済産業大臣。先ほどのやり取りでも言わせていただきましたけれども、この政策、取り入れるにあたって、さまざまな業種、さまざまな規模の会社、また各地域の方々からヒアリングをしました。そういった中で、
補助金ではなくて給付が欲しいと、現金が欲しいというお話があって、どうしたらできるかということをずっと模索をしながら、この前の補正予算で成立をしたということであります。そして迅速に届けるということも非常に重要な要素であると思っております。まあ、そういった中で、まあ、事業そして売上という形での線引きをさせていただいた部分もございます。さらにまた、一見で分かるような形でこの審査が通るようにという形で、事業所得があり、また、まあ、そういったものを今度は確認としては口座の確認とか名前の確認とか細かいところもありますけれども、できるだけ早く、原則2週間と私も申しておりますけれども、できるだけ早く皆さんのお手元に届けたいということであります。そしてコールセンター設置しておりますのは、問い合わせだけではなくて皆さんのお声も聞かせていただきたいという思いであります。 SNS でもいろんな声があるのも承知しております。まあ、今委員がおっしゃったようなことも聞こえてまいっております。まあ、今後の事態の推移を踏まえながら、こうした事業者の皆様の声に真摯に耳を傾けて、必要な支援についてはしっかりと検討してまいりたいと思っております。笠井明君。まあ、この持続化給付金で幅広く支援するために何が必要かということが大いにやっぱり知恵出し合って、お互いにやっぱり努力が必要だと思うんです。で、大臣に伺いますが、4月10日の党委員会で当時は検討中だったこの給付金に対して質問をしたときに大臣がおっしゃいました。この制度について柔軟に対応するということで考えていると。手続き上必要な書類というのはあくまで原則ということであって、そういう状況にない場合はやはりそういったことも考えなければならないというふうに述べられて、柔軟な対応をすると、まあ、はっきりこれ答弁されたと、これ大事だと私思ったんですが、この立場は変わらないということでよろしいですね。委員長、梶山経済産業大臣。あの時の発言に変わりはございません。今般創設した持続化給付金、さまざまな事業者の皆様に申請をしていただけるように柔軟な対応ということを連日のように私も経産省内で発言をしております。まあ、具体的には昨年途中に創業したことから、前年同月の売上が比較できない事業者の皆様のためにどうするんだというお話もありました。前年の売上高の合計を、例えば10月に創業したとなれば10月11月12月の売上を足して3で割るということで、売上高として今度はその例えば3月4月あたりのものとも比較するということも可能であります。まあ、そういったことも含めて柔軟な特例を設けております。またウーバーイーツの配達についても ご質問がご関心がありました。足元の売上を証明する書類がさまざまな様式であるといった事業者の皆様のために申請時に提出いただく書類については、経理ソフトから抽出したもの、エクセルで作成したもの、手書きの売上表など幅広い書類による申請を柔軟に認めることとしております。まあ、こうした柔軟な対応を行うことにより、まあ、申請者間の公平性にも留意しつつ、できる限り幅広い事業者の皆様のご支援を行っていきたいと思っておりますけれども、先ほども申しましたけど、迅速性というのも大事であります。そこにいろんな要素が入ってくると今度迅速性が失われてしまうということもありますので、まあ、そういった点はしっかりまた考えてまいりたいと思っております。笠井明君。前の柔軟な対応ということではっきりと言われた、それに基づいて具体的なことを措置が取られている部分があると、ウーバーイーツの問題も今おっしゃったような形で大事なことだと思って、私も大いにそういう点ではさらに柔軟にいろんな面でやっていただきたいと思っておりますが、なかなかですね、その現場でそうなってない問題があると。でここはやはり一つ一つやっぱり改善が必要かと思っておりまして、まあ、いざ制度が始まったら現場ではある意味、まあ、その確実的あるいは硬直的な対応になってしまっていることがあるということが声が寄せられてきております。例えば、まあ、青色信仰の決算書ですね。決算書には売上高が記載されているわけですが、これを添付して申請をした事業者に対して、青色申告書に売上そのものに売上金額が記載されていないということをもって申請内容に不備があるということで跳ねられているということで、なんでこんなことになるんだという声が寄せられております。で、青色申告書自体に売上高を記載していなくても、まあ、納税申告は成立するわけでありまして、それなのに売上高が記載されていない青色申告書ではこの今回の給付金については申請が受理されないということになっていると、こういう一方的で機械的な対応が行われているというのが現実にあるということなんですね。
で、まあ、本当に超具体的な話なんですが、大臣、こういうことっていうのは柔軟な対応と言えるのかという点では、やはり申請書にこだわらず、他の書類で確認すればいいということも含めて、やっぱりきちっとそうした申請は受理して、ちゃんと給付するということにすべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか、この点は。委員長、梶山経済産業大臣。できるだけ柔軟な対応を図るということを先ほども申し上げましたけれども、青色申告書の表紙で一番最初に売上というものがあるんですね。ここに記載されずに、後ろの売上というか、これは月割りのところだと思うんですけれども、まあ、こういったものでは、なかなかその分かりにくい部分もあると思うんです。そして、一見性と私、先ほども申しましたけれども、まず、青色申告書で見せていただいて、売上がある人、事業の収益がある方が資格ということでやっておりますんで、その売上を書かなかった理由をとか、そういうことも含めて、なぜなのかなと思ったんですけれども、これ、書かないのも結構ありますでしょうかね。ごめんなさい、質問でごめんなさい。質問いただきました。実際にあるということで、まあ、分かりにくいというお話もあったんですが、国税庁で言いますと、納税の際にですね、現場では申告書そのものに売上高の記載がされていなくても、申告は受け付けると、つまり決算書がついてますんで、そこには書いてあるということをもってですね、その不記載の、要するに申告書そのものに不記載ということで、それが納税者の不利益にならないという運用が実際されているということが、税金の場合にはあるわけなんですよね。で、今回の納付金の場合についても、この例えば個人事業者向けのこの申請要領というのを拝見しますとですね、説明では、青色申告を行っている場合について言うと、同年前月の事業収入は、所得税申告、青色申告の決算書における、月別売上収入金額及び収入金額の欄の売上収入金額の額を用いるというふうに書いてあって、だから申請するときにはそれが添付しているわけですから、そこに書いてあるわけなんですよね。だから、その分かりにくいという話ではなくて、そこはやっぱりそうやってやっていただければいいことで済むんじゃないかと思うんですが。経済産業大臣。一応、機械的に、まあ、一時的にはこうやってる部分もありますんで、まあ、そこはご理解をいただきたいと思います。他の申請者と公平性の観点も踏まえつつ、個別のケースを慎重に今検討して、確定申告書第1票、第1枚目の票ですね、を十分に代替する、変えることのできる書類が確認されれば、通常よりも審査に時間を要しますけれども、当該資料をもって、給付を認めることはあり得ると考えております。そこは本当に柔軟に対応して改善していただきたい、現場でも改善していただきたいと思います。で、総理もですね、必要としている人にしっかり行き渡るように支援すると、まあ、予算委員会でも言われているわけですので、入り口のところで機械的に振り落とすというんで、これだめだよと、不利だよというやり方では、必要な人に届かないということになってしまうと、で、大臣も早くその届けて、迅速にやる必要があるということで言われているんですが、早く判断できる人に対して、迅速に判断して、給付するというのは当然だと思いますが。事業者の実情に応じて、やはり売上が減っていることを示せるものがあればですね、これ、柔軟に対応して、そういう意味ではそういう方に多少時間がかかるというか、手間がかかるとしても、やはりきちんと審査をして、必要とする人に給付金が届ける仕組みにすると、実際それが貫かれるということで、やっていただきたいと思うんですが、それはよろしいですね。梶山経済産業大臣。第一票が一応条件となっておりましたけど、例えばどういう条件がさらに加われば大丈夫なのかということも含めて、まあ、検討させていただきたいと思っております。笠井明君。まあ、今のやり方というのは、実際のところでいうと、迅速性を優先するあまり、結果として必要な方に給付金が渡るようになかなかならないということでは、改善すべきだと思います。早く判断できるものを早く給付すると、そして審査書類の確認が必要なものは確認次第給付するということで、ある意味メリハリつければいいと思うんですね。それに応じて窓口の体制も強化拡充するということがあればやるべきではないかと強く申し上げておきたいと思います。次にですね、昨年開業したということで、前年同月と比べられないという話ということで、その点は改善を図ったんだという話がありましたが、今年ですね、開業した人を対象から除外しているという点は、これは問題だと思うんですよね。今年起業した人は運が悪かったということで、済ませていいのかという怒りの声が上がっております。経済産業省は、適切な給付額を確定できないということを理由にして、
支給対象とすることは困難だと説明をしておりますけれども、今年に入ってからでも月ごとの収入を比べて売上の急減を十分説明できるというふうに思うんですけれども、大臣、ここは直ちに改善可能じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。委員長、梶山経済産業大臣。前年の売上が存在しない事業者については、やっぱり適切な給付額を算定できないということから、現在、支援対象にはしておりません。新規に創業し、前年の売上がない事業者について、売上確保の途上である場合が多くて、厳しい経営状況に直面しているということも認識をしております。この制度には入ることはできませんけれども、何かしら他の手立てを考えなければいけないという思いもありますし、さまざまな制度の中でどれが当てはまるのか、また新しい制度が必要なのかということも含めて考えてまいりたいと思っておりますけれども、現時点においては小規模事業者の持続化補助金ということで、今回特例で作ったものもございますんで、特例措置を設けておりますので、すぐに現金が入る形もありますので、そういったものをご活用いただければと思っております。笠井明君。前年で開業したということで言ったら、12月までだったらいいけど、今年1月からだったらダメというのは、ちょっとこれなぜその、年末のところが2019年ということで区切られるかというふうに問題が出てくると思うんですね。別の制度でやればいいということではなくですね、その線引きの問題もこれは課題としてきちっと検討いただきたいと思います。梶山経済産業大臣。先ほど申しましたように、前年の同月比でまずは原則そういうことでやらせていただきます。ただ昨年の途中から創業した方たちはその同月比がない場合もございますので、その残りの期間をその対象にするして月数で割って平均の売上を出すとか、またその繁忙期が一定の時期に集中しているものに関しては、そういったものでまた対応するというようなことも含めて柔軟にはしておりますけれども、さらにもう一段という話だと思うんですけれども、今の時点ではこの特例措置をご利用いただきたいというのが私どもの見解であります。笠井明君。おっしゃる言いたい趣旨はあれなんですけど、つまり去年12月31日に開業した人については、まだこれについて適用されるけど、1月1日にじゃあ開業した人については別の制度してくれっていうのは、これ説明がやっぱりなかなか納得いくものにならないんだと思うんですね。でそこはきちっとやっぱり柔軟に考えるという点で言えば、しっかり考えなきゃいけない点ではないんでしょうか。そこはいかがですか。委員長。梶山経済産業大臣。那須の事業環境部長。お答え申し上げます。この場でも何度も申し上げていることではございますけれども、昨年中に創業されてですね、売上が立っている方については、昨年分の確定申告があるというふうに考えております。でそれに基づきまして、先ほど議論にもなったような第1項の一番上のところにですね、売上の数字が入っているということで、昨年の数字が確認可能なわけでございます。で今年創業した方は、そういった税務書類というものがございませんので、審査をするにあたっては、どうしても一件一件、その売上の申告が正しいかどうかですね、例えば相手方に確認するとかですね、そういった手間が発生しまう可能性があります。でそういうことをやっているとですね、何度も申し上げているもの、迅速性と、こういうものが傷ついてしまいますので、今年創業した方についてのは別のトラックで対応したいということでございます。つまり確定申告でやるという方向は一つはあるわけですが、しかし減っている人に対してどうするかということについての制度を作るということになっているわけですよね。半分以下って、それ自体が 50% 以上というのはいいかどうかという議論がありますが、そのときに別の方法でやっていると時間がかかるからというのが今の迅速性の話ですが、そういう方々についてはこんなにいっぱいあるわけじゃないですから、個別にちゃんと時間かかっても丁寧にちゃんと確認しながらこの制度が適用されるようにすればいいということをきちっと検討すべきだと私は申し上げておきたいと思います。雑所得や給与所得で確定申告をしているフリーランスの方々が給付の対象から外れていることが問題になってまいりました。で実際に文化芸術関係のフリーランスや塾予備校の講師からですね、持続化給付金の申請で外されたという相談が私たちにも寄せられております。中小企業庁が個人事業者向け申請規定、5月1日で、給付対象者を事業収入、各売上を得ているものとして、
確定申告の収入金額で、事業欄に記載せず、給与や雑、雑所得の雑で記載しているものは対象にしていないからであります。そこで大臣は昨日、記者会見の中で、持続化給付金とは別の制度で、追加的に支援する方針ということで示されました。今週中にも取りまとめる考えを明らかにされたというふうに理解をしているんですけれども、これはどういう考え方に基づくものなのか、つまり今申し上げたような、こうしたフリーランスについても対象として、漏れなく事業が継続できるように支援するという考え方に基づいて、今、どうやったらいいかということを検討して、今週中にも取りまとめるというふうなことでよろしいのかどうか、いかがでしょうか。考え方の問題です。梶山経済産業大臣。今回の給付金は、個人または法人で事業を営んでいる方々に、雇用の維持も含めてしっかり事業を継続していただきたいという趣旨で始まりました。その中で、その迅速性ということも含めて、確定申告の表紙が事業所得ということも書いていただきました。ただ、これ始まってみて、維新におっしゃるように、フリーランスの方々、雑所得であるとか、給与所得であるとかということで、その欄で計上している方も、おいでになるということでありますけれども、雑所得に関しましては、所得税法で分類している9分類以外のものが全部こう入る可能性があるわけでありまして、その分類には非常に時間がかかるということになります。事業性があるものは当然救いたいという思いであります。そういった中で、この制度の中ではなかなかやはり難しいなという思いがありまして、新たな制度を今週中に考え出したいと、しっかりとそういった方にも手を差し伸べたいと思っております。委員長、笠井明君。今申し上げたようなフリーランスの方々についてもしっかりと手を差し伸べるということで、そういう考え方ということで受け止めたところでありますが、税務当局の運用では、フリーランスの所得については、個々の実態を見て、事業所得、給与所得、雑所得に区分してきたのはわけでありますが、柔軟に対応すれば当然対象になるべき人たちで、そういう人たちに機械的な対応してきたことが混乱をもたらしてきたんだと思うんですね。ミュージシャンとか作曲家とか俳優、舞台スタッフ、イベント司会など、文化芸術関係のフリーランスは何らかの契約を結んで事業をしているということで言えば、それを示す書類で申請を認めるべきだと、そして塾予備校の講師、非常勤講師の場合は、社会保険や雇用保険に入れずに、休業保障もなさらないために、実態としてフリーランスの扱いになっていると、こうした職種も対象にすべきだと。私はそういうことを含めて、強く申し上げておきたいと、求めておきたいと、この場では思っております。よろしくお願いします。さて、この持続化給付金については、以上の問題点などの改善とともにですね、そもそも給付対象の拡大、それから中小法人等200万円、個人事業者等100万円という上限額の引き上げ、一度きりの給付ではなくて、継続した支給などが、事業持続化のためには不可欠だと思います。大臣、この緊急事態宣言を延長したんですから、今こそそういう方向で踏み切るべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。持続化給付金は戦後最大ともいえる危機に対応するという理由で、とりわけ厳しい経営状況にある事業者を対象に、人の制限のない現金給付という前例のない思い切った手段を初めて講じるものであります。その給付額については、今、委員からありましたけれども、100万、200万ということでありますが、中小小規模事業、小規模法人の 95% を占めます50人以下の事業者について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が、全国平均です。これ、全国平均ですから、いろいろあると思いますけど、年間400万円程度。個人事業者については年間200万円程度といった推計を参考にいたしました。この給付の水準で、こうした固定費の支払い負担の平均6ヶ月分に相当する額が賄えると考えて、この制度を実行しているわけであります。その上で、給付金額の変更、さらなる上乗せや、複数回にわたる給付を欲しいといった声が多くあることは承知をしております。
まずは一日でも早く多くの事業者に今のお手元に必要な現金をお届けすることが重要と考えております。もちろん新型コロナウイルス感染症による経済の落ち込みは前例のないものでありまして、それ非常に皆さんが不安を持っているのも現実だと思っております。残念ながら感染症の収束が見通せてない、以上これ経済の下振れが継続するかどうかなかなかやっぱり見通せていないということであります。このような中で今後の事態の推移を踏まえながら事業者の皆様の声に真摯に耳を傾けて必要な支援について、検討を行ってまいりたいと思っております。今大臣言われたようなまずは今作った制度について一日も早くそれに基づいて給付ができるようにと、それは大事なことだと思うんですが、同時に大臣自身もおっしゃったように、例えば都内で言っても飲食業を営む方々の話では、テナント料などの固定費、それだけで相当な部分になると、数十万とかもっといくという方々がたくさんいらっしゃる、店舗もいくつもあるという方もいらっしゃる、その他にも人件費やリース代などの毎月の支払いが相当出てくるということで、それがこう毎月こう続いていくとなればですね、国の継続した支援がなければ立ち行かないということになってくるわけで、こういう実態をよくご存知なはずだと思いますので、ぜひここは思い切って今の制度をきちっとやるというのと同時に踏み切ると、さらに拡充ということでやっていただきたいと思います。全国知事会は緊急事態宣言の期間延長を受けてということで、そういうタイトルで5月5日の提言を出されております。その中で持続化給付金などについて早急に国民や事業者の手に十分な支援が届くよう、受付相談体制の拡充や審査の監査をはじめスピーディーな対応が全国で実施できるよう万全の支援環境を整えることを求めております。まさにそのことでありますが、同時に緊急事態宣言の延長に伴いさらに一層国民生活や経済雇用の困窮が高まることは必要ということで、持続化給付金の売上減少要件の緩和も含め早急に追加の経済雇用対策を講ずることとし、速やかに第二次補正予算の編成に着手することを求めているわけでありますが、大臣、こうした要請にもしっかりと答えてやっていくべきではないかと、第二次補正も含めてどんな決意で今いらっしゃるか伺いたいと思います。梶山経済産業大臣。昨日全国の商工会の会長にお会いをいたしました。頻繁にお会いしているんですけれども、さまざまな段階での意見を聞きたいと思っております。また現場の声も聞きたいと思っております。そういった声を聞きながらしっかりと次の対策というものも検討してまいりたいと思っております。笠井明君。新型コロナの感染症というかつてない事態に対してはこれまでの支援策の延長にとどまらないかつてない対応が必要だと、こういうことで臨む必要があると思います。最後に一問伺っておきますが、資金繰り支援についてもしっかりだと思うんですね。コロナ問題の影響を受けていない中小企業はありません。支援策を手厚くして出血を止めなければ大量の倒産廃業をもたらしかねないと、事態は極めて深刻なところに来ております。経済産業省もこの間資金繰り対策の拡充を図ってきたということで、5月1日からセーフティネット保障の5号の対象が全業種にいよいよ拡大されるとようやくなったわけでありますが、さらに政府系金融機関の融資保証の対象外だった業種を見直す方向で検討中ということでありますが、これは中小企業庁の那須野部長に伺いますが、どんな検討を行っているのかお答えください。那須野事業環境部長。お答え申し上げます。ちょっとまず最初に訂正させてください。先ほどの持続化給付金 の支給の総額をですね、280億というふうに申し上げましたが、これは途中段階の数字でございまして、330億まで増加しているということでございます。お詫びして訂正させていただきます。はい。で、お尋ねでございます。件数は2万7000ですか。はいはい、同じです。はい、金額が間違ってました。はい。お尋ねでございます。今回新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえまして、政府系金融機関それから信用保証協会によるの融資とか保証の対象外としていた業種について改めて各業種の状況について、調査して見直しを行ってまいりました。
でこの結果ですね、いくつか、従来融資保証の対象外としていた業種について、対象とする変更をいたしております。具体的にはパチンコ屋、それから場外車検、場外馬券などの、売り場、それからキャバレーなどについてですね、いずれも公序良俗などの観点から問題がない限り、政府系金融機関信用保証協会による融資保証の対象とする予定でございます。現在、公庫信用保証協会などにおいて審査マニュアルの策定などを進めていることでございまして、見直し後の運用開始日は5月の15日を予定しております。笠井明君。冒頭にも大臣に伺ったんですが、やはり一社も一点も潰さないと、誰一人取り残さないと、一人も路頭に迷わせないということが大事であって、そのためにですね、今の資金繰りの問題にめぐっても、すべての中小企業資金繰りの支援策の、すべての中小企業をですね、資金繰り支援の対象にすべきだと、この点は強く申し上げておきたいと思います。今日はこれで終わります。